チャオ、皆さんこんにちは。バナナチャンネルのゆいです。今回ですね、私の中1のスキンケアを紹介していきたいと思います。イエーイ。ちゃんと洗顔とかクレンジングやるときに、なんかあんまり落ちてなくてもさ、洗顔やるから別にいいやんって思っちゃったりするじゃないですか。けどちゃんとクレンジングやったら、ちゃんとクレンジングの汚れを落としたり、化粧水とか乳液をしっかり肌に入れることです。じゃあやっていきます。コットン使いますね、今回は。スゴーフクレンジングオイル洗い流し専用ロゼットのやつです。これを取ってやっていきます。でも汚れとかがね、浮いてきますよ。皆さん引かないでください。いきます。あ、そうか、チーク塗ってんのか。うん、ドーナツの匂いするんだけど、なんだろう。私がなんか先に目元とか濃い部分じゃなくて他の部分やっちゃいます。なんかわかんないけど、おでこもちゃんとやっていきます。おでこね、眉毛がボサ眉だからあんま見せたくないけど、もう見せちゃいます。あ、入れすぎた。おいしょ。メイクってなんか、要するに肌にクレン絵の具塗ってるようなもんじゃないですか、うん、だからちゃんと落とさないとそのまま残っちゃうんだよ。ちょっと今ちょっと目開けれないんですよね。ちょっともう水で洗います。バナ手洗いますね。そしたらここについたこの水でもう一回顔を濡らしていくの。これがなんか乳化っていう作業らしいです。取れてますよ、これちゃんと。取ってるよ。あ、水と混ぜてるってこと。混ぜて、うん、ガーって流す前にみたいな。はい、多分そんなようなやつです。で、こういうのをやるとき、毛穴の汚れとか気になるとき、そういう毛穴用のクレンジングとかやると、そういうのがすごいごっそり取れるんで、はい。わあ、わかあ、こんにちは、世界。気持ちいい。ほんと綺麗になったね、肌。おでこ。本当です、うん、水だけ拭き取ろうって思わないと、なんかゴシゴシ拭いちゃうじゃないですか、うんうん、そういうのを防ぐために水だけ拭きます。顔赤いですね。まあいいや。はい、で、すぐに保湿をします。あれ、これ極潤です、極潤です。これを500円玉よりちょっと少ないぐらいを手に取って、全体に広げて塗っていきます。冬とかはね、お風呂上がってからスキンケアする人多いと思うんですけど、冬とかもほんとそんな暇ないから、寒いから。なのでお風呂場いつも行っちゃってます、私は。そうした方が乾燥しないし、いいんですよね。今全体的にこんな感じで塗れました。そしたらここの指、ここの中、ピースの指でこうやって押していきます。で、押してる時に軽く押してください。軽く押した時でも、なんかこの化粧水の液が肌に入ってるっていう感じがあると思うんですね。でもない時もあるんです。私今ないんですけど、ちょ乾燥しちゃいました。ない時はだいたい乾燥して入ってない時なんで、皆さん気をつけてください。おい、はい。そしたら乳液、これも極潤のやつです。私はね、なんか極潤が一番肌に合う。洗顔してない。洗顔はこのダブのやつです。これがね、なんかいいらしい。本当は敏感肌用のが欲しかったんだけど、なかったからこれを買いました。なんかまだ中2なのかわかんないけど、なんかさ、デパコスとかのやつだったり、なんか韓国とかちょっと地方の化粧水とか乳液とか洗顔とかあるじゃないですか。なんかそういうのが本当合わないんですよね。子供とやっぱ違うんですかね。かも。はい、で塗りました。で、これも化粧水なんですけど、これは体に塗ってて、これとね、なんかもう一個クリームあるんですけど、それバッグの中入んなくて持ってこなかったんですけど、ワセリンのね、クリームがあるんです。すごい保湿力高くて、顔洗ったらやってます。で、これ皮膚科の薬です。
なんか毛穴とかでよく聞くみたいな感じで聞いたことあると思うんですけど、アパタンゲル、そういうやつです。ニキビあるっちゃあるんですけど、最近スキンケアとか頑張ってますし、あのちっちゃい頃なんか思春期のニキビ用の薬みたいのがあるらしいんですよ。それをなんか知んないけどいつも塗ってたんですね。そしたらかなんかわかんないですけど、肌荒れがあんましないです。ニキビはできるけど、ニキビができるって肌荒れなのか。あ、じゃあ肌荒れします。で、このアパタンゲルは全体っていうよりニキビとか赤みとか毛穴が気になる場所にあります。で、これゼビアックス、これはね、新しいニキビができた時に塗ります。てか、いつも一緒にいるニキビたちに塗ってます。私はここと、ここら辺と、ここら辺と、おでこは全体的に塗ります。じゃん、完成しました。はい、こんな感じです。使った商品、ほら、テカテカでしょ。これはいいのかわかんないけど、あ、眉毛ダメ。パックとかってするの？パックはするとしたら、あの韓国の緑と青のパックあるの分かります？あ、メリヒールです。それをが肌に合ったかなって感じ、唯一。あと、あの朝マスク、サボリーノの、そういうのをたまーにやる感じ。でも基本パックはしません。皮膚科の薬塗ってるんで、あんま余計なもん入れちゃうとえっってなっちゃうんで、こんな感じです。早く肌が綺麗になりたいです。ちゃんと保湿、あの、なじませること、肌とかに。これ極純なんですけど、これシリーズがいっぱいあって、これとあと美白とエイジングケアと、あと高保湿のやつで、ちょっと値段がちょっと違ってくるんですけど、冬とかはこういうのじゃなくて、もうちょっと高い高保湿タイプのゴールドのパッケージなんですけど、そういうタイプのをやったりするとまたいい感じに防げるので、試してみるのもありではないでしょうか。これのね、秋田美人の米のかけ浄水もね、すんごい良くて、水っぽいんだけど、あ、これもらい物なんですけど、水っぽいんだけど、すんごい伸びが良くて、こんな伸びます。こんぐらい、ほんとこんぐらいの液体、液しか入れてないのにこんな伸びるんですよ。あ、レビューしてみようかな、初めてだし。極純をやってみましょう。これです。化粧水はね、これも本当になんか水っぽいテクスチャーで、でもこっちの方がしっとりする感じ。なんかベタベタするのが嫌だとか、そういう人いるじゃないですか。これはベタベタは確かにするんですけど、なんかどんどん時間が経つにつれサラサラになってくるし、なんか浸透させたら本当にちょっとベタつくってぐらいなので、そういう方にもおすすめです。乳液はね、本当に全然なくならない。もうこんなに入ってんの、こんなに入って600円、600、700円前後だから。乳液も本当に伸びが良くて、こんなに伸びますってよくわかんないですけど、こっちの方がしっとりして、なんかこうやって触った時ペタッとするで、保湿されてますよ感がね、極純は本当にすごいんです。保湿されてますよ感がどんな感じだよって話なんですけど、本当にやってみたら分かります、そういう感じになるんで。こっちは何も塗ってないんですけど、あんまベタベタしない。でもこっちは塗ってあるから、ちょっとベタベタしてくっつくこんな感じで違いがあるので、皆さんもぜひ試してみてください。中一のスキンケア以上。バナナ、思春期とかで一番中学生ぐらいの時期が肌荒れ悩むと思うので、皆さんもスキンケア頑張りましょう。バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとうございます。まだ未成年なんで YouTube のコメントが使えません。質問、リクエスト、アドバイスなどはバナナチャンネルの公式 Twitter をフォローしてどんどんコメントください。絶対見るしコメント返します。あと、こっちの動画とこ
こっちの動画もぜひ見てください。じゃあ。